海外では MX5 やミアータの名で知られるマツダロードスター、世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカーとしてギネスブック認定をしたことでも知られています。そんなロードスター2台が道でばったり遭遇しました。信号待ちをしている最中に対向車線に同じロードスターがいることを気づいた撮影者さん、そこで挨拶代わりにリトラクタブルヘッドライトをパカパカと上下させると、なんとそれに合わせて相手のロードスターもヘッドライトを開閉。リトラクタブルヘッドライトを上下させるロードスターはどこかキャラクター風な可愛らしい光景となっているのでした。リトラクタブルヘッドライトのウインク最高ですね。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。これに対しての海外の反応を見ると、なんか可愛い、野生のロードスター2台による求愛行動か、自然の美しさだね、笑った。こんなに素敵に成就する愛はめったに見れないレアもの。どっちかっていうとお互いにウィンクしてる感じだけどね。横断歩道の信号待ち中に向かいの犬に尻尾を振る犬みたいだ。これ見ていたら俺の NB を NA に交換したくなった。これがミアータを買う理由の一つだね。確かにポップアップヘッドライトは最高。ポップアップライトはかっこいい。ポップアップライトがあるだけでない車よりかっこよくなるという事実、これは間違いない事実。いろんなし AE86 とかな。俺も1962年にポルシェを試乗していたら、前方から来た別のポルシェがウインクしてくれたから人生初となるスポーツカーを買った。それは最高のポルシェの販売戦術だね。ウインクできる車っていいな。 RX7 のオーナーもこれをやった場合にはやるけどあまり帰ってこない。 RX7 のオーナーはメカニズムに余計な負担をかけたがらないのだ。俺も別のミアータやポップアップライトを持つ自動車を見つけた時にウインクする。スビエ、ウェーブと同じようなものだね。 NSX でもやるよ。俺も子供の頃ヘッドライトが開閉する車が欲しかったな。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。